いくつある？意外と正しく数えられない認識問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図中に五角形はいくつありますか？では解説をします。実際に数えてみます。以上、全部で12個ありました。それではもう一問、もっと難しい問題にチャレンジしてみてください。三角形はいくつありますか？実際に数えてみます。
強、全部で47個ありました。あなたは全部見つけられましたか？おまけ問題です。三角形は何個あるでしょう？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお YouTube チャンネルクイズプンでこの問題の解説をしていただいていますので、概要欄の URL からご覧になってください。